します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。本日担当させていただきます TCB 秋葉原委員長の高柳です。よろしくお願いします。イクモデルをしてます瀬戸ママです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。では早速カウンセリングしていきたいと思います。はい、お願いします。お願いします。そうなんですが、顔周り、なんかどのあたりが気になってるとかってありますか？全体的にちょっと小顔にしたいのと、はい、フェイスラインのお肉があんまり取れないのと、多分お肉がつきやすくて二重顎とか、ここの顎の部分が取れなくて気になってます。フェイスライン全体とちょっと顎下のどの辺ですかね？ここら辺がついちゃう、ついちゃう感じ。ちょっと詳しく見ていきますので、早速診しますね。はい、今ご自身で一番気になるのがどの辺ですか？笑った時のフェイスラインとか。ちょっと触りますね。はい、この辺り全体にという感じですかね。そうですね。骨格とても小さくて綺麗なので、この辺りとか少しこの皮膚のあるところをこうギュッと上げていけるといいのかなと思うので、はい、まあ、全体に当てていくのと、顎下ってどの辺りか。ここですね。これですね。みんな気になるこれですね。うん、この辺りも皮膚全体的に当てていくことになるので、ちょっと引き締めるような感じで、はい、特にこの辺りとかはしっかりキュッとなるかなと思うので、はい、こことかもですか？このほっぺの目のあたりも、この目の下のあたりも当てていくようになりますので、このほうれい線だったりとか、はい、このあたりっていうのも引き締め感、ちょっと上がるような感じですね。はい、今回ももあさんに受けていただくハイフなんですが、このハイフはスマス、筋膜層、真皮層、脂肪層の3層に当てていくトリプル照射のものになっていきます。たるみも引き上がりますし、あとはお肌の張りだったりとか真皮というところにも超音波当てていくようになるので、全体のリフトアップとお肌の配膳も見られるので楽しみにしててください。はい、楽しみです。はい、リフトアップの施術としては今回受けていただくハイフと、あと糸リフトというのも人気がありますが、ハイフの場合はお顔全体だけでなくて顎下のところにも打っていけるので、お顔全体をメンテナンスできるのがおすすめのポイントです。特に今回のように二重顎が気になるという方の場合にも、顎下に集中して当てていくことができるのでおすすめです。ハイフの施術していくにあたって何かご不安点とかありますか？効果ってどれぐらいから出てくるものなんですかね？直後とか分かるのかなっていう。ハイフは施術直後からこの引き締まる感じっていうのは分かります。施術している時にちょっとお鏡も見ていただこうと思うので、はい、直後の様子も変わりますし、はい、ハイフを当ててあげるとお肌のこのコラーゲンのところも、はい、徐々にコラーゲンが増えていくようになるので、最終的な完成形っていうのは 2,3 ヶ月後、リフトアップ効果と肌質の改善ができるのは 2,3 ヶ月で綺麗になっていきます。はい、はい、ありがとうございます。どれぐらいの今日時間当ててもらえるのかなとか、あとなんかハイフとかってめちゃくちゃ短いパッて終わるイメージがあったんで、はい、その長さとか強さとかで効果って変わってくるものなのかなっていう。今回受けていただくのが大体1時間ぐらいの施術になります。はい、ショット数もしっかり打っていくようになるので、はい、結構密にこうピピッと当てていくようになります。やっぱりショット数が多い方が、まあ、いっぱいこう密に打っていけるので引き上がりの効果は強くなりますし、医療用のハイフで今回施術していくんですが、医療用のハイフはこうエステとかにあるハイフに比べて打つ強さっていうのも医療機関用の強さになるので、しっかりとまあ真皮だったりとか筋膜のところにも当たっていくっていう感じです。なので効果もしっかり感じていただけるかなと思います。はい、ありがとうございます。はい、何か他にご不安なこととかないですか？大丈夫です。大丈夫ですか？はい、では早速施術に行きますね。よろしくお願いします。これからハイフの施術ですが、緊張してますか？緊張は大丈夫です。大丈夫ですか？はい、しないです。これからちょっとハイフ始めていくので、お痛みとかあったらすぐ教えてください、ね、はい、わかりました。はい、お願いします。はい、頑張りましょうお願いします。実際に照射してみていかがですか？なんかちょっとチクみたいな感覚はあります。大丈夫そうですか？はい、痛くないです。ちょっと続けますね。はい、お願いします。
ハイフの施術半分終わりましたが、はい、気分とか大丈夫ですか？大丈夫です。じゃあちょっと見てみてもらいますね、はい、ちょっとお鏡見てみてください。はい、おー、なんかこっちの方がシュッとしてますね。結構シュッとしてますね。してますね。こっちの方がなんかほっぺが高くなったかな、うん、思います。どうですか？可愛いですねすごい。確かになんか笑ったりとかするとだいぶ違いが分かる気がします。この高さも少し確かに高くなった気がする。半分終わった状態見ていただきます。はい、右側のフェイスラインがシュッとしてるのと、あと頬の高さが少しうちの方が上がってて綺麗かなと思います。引き続き続けていきますね。はい、お願いします。お願いします。お待てしますね。こちらの方もう痛み大丈夫ですか？はい、大丈夫です。はい、続けます。ブヨブヨ感がなくなった気がします。この辺りちょっとしてますね、うん、ここ確かになんか肌もツルツルになった気がすると気になっていた顎下どうですかね。顎少し引いてみましょうか。うんうん、この辺り術前の時よりシュッとしてますね、うん、そうですね、さっきより横顔が綺麗で気がします。ハイフだと直後から効果も感じていただけるので、うん、シュッとした感じ、はい、いいですね。ありがとうございます。綺麗。ハイフの効果今も感じていただけたかなと思うんですが、はい、これから 2,3 ヶ月かけてクラゲも増えてきてお肌の張りも出てくるのでちょっとそこ楽しみにしててください。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。なんか今後の経過とかで聞いておきたいこととかありますか？大丈夫です。大丈夫です。はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。本日はお疲れ様でした。ありがとうございます。ゆっくり休んでください、ね、はい、はい、なんか痛みとかはどうなのかなっていうのが気になったんですけど、痛みは全然なくてちょっとチクチクっとした感覚だけだったのですごい楽に受けられました。全然なんか寝そうになってました。直後見た時に最初気になってたほっぺのブヨブヨした感じとか二重顎とかが改善されたのかなと思って、2ヶ月後3ヶ月後にもまた違ってくるみたいなのですごい楽しみです。すごい可愛い方でびっくりしたのがまず第一印象と、声かけとか話し声とかもすごい優しかったのでリラックスして施術の方を受けさせていただくことができました。全然痛みとかもなくて受けやすい施術かなと思うので、検討されている方ぜひ一度受けてみてください。ということで今回はエクモデルのモモアさんにハイフの施術を受けていただきました。この動画が良かったなと思った方はグッドボタン、チャンネル登録とインスタグラムと TikTok も随時更新しておりますのでフォローしていただけると嬉しいです。今回のハイフが気になる方は公式 LINE と TCB のホームページからもご予約お待ちしております。エクモデルのモモアさんともコラボしておりますので、ぜひそちらもご覧ください。お願いします。お願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。